ご視聴ありがとうございます。今回のシリーズでは、1980年代に、数々の名作ゲームの登場により、黄金時代を築いた、アーケードシューティングゲームの、栄枯盛衰について、全4回に分けて紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。シューティングゲームの最盛期といえば、やっぱり1980年代の、アーケードゲームであり、少し危険な香りのするゲームセンターの、爆音の中、美しいグラフィックの、ゼビウスや、グラディウス、ダライアス、そして、R タイプなどの数々の、名作に魅了されたゲームユーザーは少なくないだろう。今回の動画では、そんな1980年代前後の、シューティングゲームの誕生から、名作ゼビウス登場までの、歴史をご紹介させていただきます。シューティングゲームの始まりは、1970年代末に、社会現象にもなった、スペースインベーダーの登場から始まるんだ。この宇宙人の登場は、アーケードゲームの流れを一転するほどの爆発力を、秘めており、この作品は、これまでの、ブロック崩しや、ガンシューティングなどのゲームとはまるで違う。敵もこちらに向けて弾を撃ってくるなど、やるかやられるかの、インベーダーとの戦いは、まさに画期的な体験であり、プレイヤーに新鮮な興奮をもたらしたんだ。さらに、インベーダーに侵略され、ゲームオーバーというルールも、斬新であり、このゲームは、シンプルながらも、個性的かつ戦略性に、富んだ作品として、多くのゲーマーを強く引きつけ、一大ムーブメントを巻き起こすことになるんだ。スペースインベーダーが登場してから、数ヶ月後には、日本全国のゲームセンターは、このインベーダー一色になり、インベーダーゲームばかりが揃えられた、インベーダーハウスと言われるものや、インベーダー喫茶までも出現し、さらに、今までアーケードゲームに興味を、示さなかった若者たちや、サラリーマンまでもが、ゲームセンターや、ゲーム喫茶などに押しかけ、当時ブームだったディスコでは、インベーダーダンスなる踊りまで、発案されるという、珍事件まで発生するなど、インベーダーゲームは、一つの、社会現象にまで発展していったんだ。インベーダーブームの到来だね。ブームの終焉と、ナムコの躍進。しかし、高く舞い上がった熱狂ほど、落ちてゆくのも早いもの。このインベーダーブームの熱狂は、長くは続かなかったんだ。日本人は、ブームに熱しやすく、冷めやすいところがあるからね。そう、翌年の1979年には、あれほど熱かった、インベーダーブームは、徐々に沈静化することに。そんな中、躍進するメーカーが登場する。それは長年にわたってアーケードゲーム業界で、常に、セガと対等の背中を追っていた、ナムコなんだ。このメーカーから、インベーダーゲームとは違う、全く新しいゲームが登場するんだ。その名は、ギャラクシアン。おお、ギャラクシアン。このゲームは、最新のスプライト技術が、採用された、カラフルな画面や滑らかな動きで、インベーダーブームが去りつつあったゲームセンターでの、新たな大ヒット作となったんだ。この作品は、ナムコが開発した、画面固定型のシューティングゲームの第一弾であり、そして、敵の攻撃を避けて撃つという、シューティングの基本を確立した作品でもあるんだ。ここから、ナムコの勢いが加速していくことに。翌年の1980年には、あのパックマンが世界的な大ヒットを記録し、さらに、ギャラクシアンに多くの要素を取り入れた、ギャラガが登場するなど。おお、懐かしいね、ギャラガ。こうしてナムコは、ライバルのセガやタイトーを押しのけ、アーケードゲーム業界のナンバーワンへと駆け上がっていったんだ。1980年代初めといえば、ナムコ躍進の時代ですものね。ちなみに、当時ナムコでは、今で言うスプライト技術のことを、オブジェクトと呼んでいたよ。このオブジェクトを利用した、キャラクシアンや、キャラガの背景画面に流れる星が、新鮮だったよね。そんな、ナムコの黄金時代が続く、1983年に、後のシューティングゲームに、大きな影響を及ぼすことになる、傑作が登場するんだ。その名は、ゼビウス。おお、ゼビウス。この作品は、極めて高い完成度を誇り、システム面で数々の斬新な試みが、行われていただけでなく、今までアーケードゲームでは語られることのなかった、世界観やストーリーを打ち出したことにより、作品そのものに、奥深さを持たせることにも、成功し、多くのゲームファンを魅了することになるんだ。さらにアーケードゲーム業界だけではなく、他の業界をも巻き込んで、新しいムーブメントを、巻き起こすことに。そのムーブメントの一つが、ゼビウスのファンだった、細野晴臣さんが、国内初のゲーム音楽の、サウンドトラックを、アルファレコードからリリースしたことだね。おお、ゼビウスがレコードデビュー。なぜ、ゼビウスが誕生したのか。ここで、後のシューティングゲームに、大きな影響を及ぼすことになる、ゼビウスが生まれた経緯について、少しご紹介させていただきます。ゼビウスの誕生は、ゲーム業界のライバルである、コナミとの熾烈なゲーム競争の、結果生まれたものなんだ。ナムコと、コナミの競争から生まれたのが、ゼビウス？そう、ゼビウスが生まれるきっかけになったのは、1981年に、アーケードゲームに登場したコナミの、スクランブルの出現なんだ。コナミのスクランブル？コナミが開発した、この作品は、画面スクロール方式のシューティングゲームで、1980年代当時にはまだ珍しかった、横スクロール方式を採用したゲームなんだ。このゲームが開発された頃は、
画面が固定された、一画面ゲームが主流の時代だったんだ。そういえば、あの頃人気だった、スペースインベーダーも、ギャラガも、画面固定式のシューティングゲームだね。そう、そんな時代にコナミがいち早く、横スクロール式のシューティングゲームである、スクランブルを、発表したんだ。当時、技術力でも業界で、ナンバーワンだった、ナムコもこの作品の登場に、驚くことに。そんな、1981年に、ナムコのスタッフの報告から、あるシューティングゲームの企画が、動き出す。ナムコの開発部。部長、ご報告があります。なんだ、どうかしたのか。コナミがとんでもないシューティングゲームを、作ってきましたよ。とんでもないシューティングゲーム。はい、スクランブルというゲームなんですけど。このゲームを見てください。画面がスクロール方式になっていて、しかも攻撃が、2段階の使い分けができるようになっているんです。我が社では、まだスクロール式のシューティングゲームは、開発できてません。もしかしたら、我が社より、コナミの方が技術が進んでいるかもしれませんよ。これはまずいな。技術力で先を越されるなど、ナムコのプライドに関わること。ライバルメーカーに負けるわけにはいかない。早速こいつの解析を、始めるのだ。わかりました。ということで、ナムコは、コナミのスクランブルの画期的なゲーム性に、驚き、この作品の徹底解析を、始めることにしたんだ。そんなに、スクランブルが画期的だったの？ナムコが、スクランブルに驚いた理由は、二つあるんだ。二つ？そう、一つは、業界初の、強制スクロール式のシューティングゲームだったこと。そしてもう一つが、二つのボタンを使い分けることで、空中と地上の攻撃ができるという、新しいゲーム性が採用されたことなんだ。そういえば、この頃も、ギャラガなども、ナムコのシューティングゲームは、固定式も、ワンボタンゲームが多かったものね。スクロール方式シューティングゲームの始まり。ここで、ゼビウスでも採用されている、スクロールシューティングゲームの始まりについて、少しご紹介させていただきます。固定式画面のゲームから、スクロール方式のシューティングゲームが、世界で初めて登場したのは、1980年に、タイトーから発売された、ディフェンダーからなんだ。タイトーのディフェンダー？そう、このディフェンダーは、その独特な操作性と、爽快感から、ユーザーを選ぶものの他では味わえない、中毒性を秘めたゲームだったんだ。さらに、後のシューティングゲームに、大きな影響を与えたゲームでもあるんだよ。この作品の影響を受けた、代表的な作品は、左右への任意スクロールや、ミスした時の時期の爆発などは、後にセガから登場する、ファンタジーゾーンでもオマージュされ。おぉ、懐かしいファンタジーゾーン。山なりな地形や、鋭角な時期、一直線に伸びるショットは、グラディウスに面影を見ることができるんだ。強制スクロールのシューティングゲーム、スクランブルの登場。そして、ディフェンダー登場から1年後に、登場したのが、ゼビウスにも影響を与えた、コナミのスクランブルなんだ。この作品は、ディフェンダーが、任意のスクロールだったのに対して、強制スクロールを採用し、そして、史上初めて攻撃方法に、対地攻撃を搭載したゲームでもあるんだよ。そういえば、ゼビウスでも、対地攻撃が採用されているね。このスクランブルは、この強制スクロールの画面や、今までアーケードゲームにはなかった、世界観を表現するという新しい価値を、見出すことになり、この表現方法は、ゼビウスや、ダライアス、R タイプなどの名作ゲームにも、影響を与えていて、この作品の登場は、シューティングゲームの歴史において、重要なターニングポイントとなった作品でもあるんだ。確かに、シューティングゲームに、世界観の表現が入り始めたのって、この頃からだね。打倒、コナミで始められた、ナムコのシューティングゲームの、開発。1981年に、コナミのスクランブルが登場すると、ナムコは、おのれコナミ、打倒、スクランブル。ということで、早速、ライバルゲームの解析が開始され、そして、このスクランブルの解析をもとに、ゲーム企画されたのが、シャイアンというゲームなんだ。シャイアン？そう、このゲームは、ベトナム戦争をモチーフにした、ヘリのシューティングゲームで、スクランブルの影響を受けて、強制スクロール式の画面と、空中と地上の敵を、攻撃できる、二段階攻撃を採用したゲームとして、企画されたんだ。スクランブルの影響を、相当受けているね。そして、この企画でゲーム開発が、スタートする、はずだったんだ。はずだった？そう、このナムコのシューティングゲームの、プロジェクトは、宙に浮いてしまうことになるんだ。企画中止ってこと？そう、シャイアンの企画担当だった、ナムコのスタッフがいきなり。部長、企画も完成したことですし、俺、今からアフリカの旅に出たいんです。休暇をいただけますか？ということで、シャイアンの企画を作成したスタッフは、いきなり自分探しの旅に出かけてしまい、プロジェクトは一時中断することに。あらー。さらに、アフリカから帰ってきたスタッフは、部長、俺、やっぱりゲーム開発は向いてません。やりたいことを見つけるために辞めさせていただきます。ということで、アフリカ帰国後に、あっさり退職してしまうんだ。あらー。それで打倒、スクランブルで企画された、ナムコのシューティングゲームは、一旦保有になることに。しかし、ナムコとしては、コナミのゲームを超える商品開発は必要になるため、
シャイアンの企画は密かに、ゲームシステムを修正しながら進められていくんだ。そんなある日、ナムコの企画会議。コナミのスクランブルを、超えるという目的で、始まったシャイアンですけど、なかなか企画が前に進みませんね。基本システムの開発は進んでいるとはいえ、ゲームの方向性が、なかなかまとまらない状態にあるな。コナミのスクランブルが発売されて、もう1年が経過していますよ。そろそろ本腰を、入れなければならない時期ですね。そうだな。誰かこの企画をまとめる人材は、いないのか。そう言われましても、ベテランのスタッフはみんな、他のゲーム開発で忙しいですからね。どうしたものか。そういえば、新入社員に任せてみてはどうですか？新入社員？はい、新人さんたちは、新しいパックマンの開発とか、古い基盤でゲーム開発の、トレーニングなどをしているみたいですよ。そろそろ、本格的なゲーム開発を、任せてみてもいい頃かもしれません。そういえば、新人研修で、面白い攻略本を、作った新入社員がいたよな。確か、ビグダグのテストプレイを、書き留めたメモが、中村社長の目に留まって。このメモは面白い。これをビグダグの攻略本として、出版するのが。ということで、ナムコのゲームセンターに配布されたことがありましたね。確か、伝統君だったかな。彼は面白い企画を、どんどん出してくるよな。でも、彼はプログラマー志望ですよ。いや、面白い企画が作れるなら、この際誰でもいいだろう。とりあえずやってみるのが、ナムコですからね。そうだ、シャイアンの企画は、新人の遠藤君に任せてみよう。ということで、保有になっていたシューティングゲームの、企画は、入社して2年目の遠藤正信さんが、中心になり、社員のゲームシステムを継承した、スクロール方式のシューティングゲームとして、プロジェクトが開始されたんだ。開発スタッフには、企画とプログラム、そしてドット打ち担当が、遠藤さん。有名な、ナスカイなどの背景のドット打ちは、ミスタードットマンこと、小野博さん。メカデザインは、遠山茂樹さん。サウンドは、ナムコ初の音大出身の、ケイノユリコさん。ハードウェアは、佐藤茂さん。そしてシステムの基盤は、ナムコで、神と崇められた伝説の、プログラマーである、深谷翔一さんが担当し、約1年の開発期間を経て、1981年1月に、ゼビウスが誕生するんだ。おぉ、ゼビウス誕生。そして、ゼビウスは、1980年代初めの、シューティングゲームの金字塔として、その後の作品に大きな影響を、及ぼすことになるんだ。今回はここまで。1980年代初めの、シューティングゲームは、ゼビウスの登場で最盛期を、迎えることになり、アーケードゲームは、まさにナムコの時代であった。しかし、このままライバルメーカーたちが、手をこまねいて見ていたわけではない。その中で、打倒、ナムコ、ゼビウスを超えろ。に燃えるコナミがいたのだ。スクランブルで、横スクロールシューティングという、新天地を開拓したコナミは、打倒、ゼビウスのもと、シューティングゲームの歴史に残る、名作を生み出すことになるんだ。その名は、グラディウス。おぉ、グラディウス。次回は、1980年代中期の、名作シューティングゲームたちと、グラディウス誕生をご紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。